ロベルト・レバンドフスキは、ポーランド・ワールシャワ出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・バイエル・ン・ミュンヘン所属。ポーランド代表。ポジションはフォワード。2019から20シーズンの u e f a 欧州、最優秀選手賞受賞者であり、5度のブンデスリーガ、得点王、2019から20シーズンには、 ブンデスリーが新記録となる11試合連続ゴールを記録している。また、ブンデスリーが1シーズンでの最高得点記録保持者である。ナショナルチームでは、ポーランド代表の歴代最多得点記録の保持者で、ワールドカップ予選で16ゴールを決め、予選最多記録保持者である。2010年代においては、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドに次いで、多いゴールを決めた選手である。 また、2021年には、ベストストライカーオブザイヤーに輝いた。2006から07シーズンから、ポーランドのズニチュプルシュクフに所属し、3部リーグで15ゴールを記録し、優勝を呼び、得点王を獲得し、チームも2部に昇格した。次のシーズンには2部リーグで21ゴールを決めチームの一部昇格に貢献した。この活躍が認められ、2008年に、 レフポズナンに移籍した。移籍1年目で14ゴールを記録。次の年には18ゴールを決め、チームのエクストラクラサ獲得に貢献し、自身も得点王のタイトルを獲得した。ドルトムントでのレバンドフスキ2010年7月1日、ドイツのボルシアドルトムントと4年契約を結んだ。移籍金は四百万ユーロ。二千十から十一シーズンは、 リーグ優勝を飾ったが、絶対的エースのルーカス・バリオスの前に途中出場が、ほとんどだったものの8ゴールを決めた。2011年10月1日の FC、アウクスブルク戦において、前半30分にゴール前の混戦から右足で1点目を取ると、続けて44分にも目の前のこぼれ球を冷静に、右足のダイレクトシュートで、チーム2点目を挙げ、 後半75分にマリオ・ゲッツェが技ありのループシュートゴールでチーム3点目を挙げた直後78分にフリーキックに頭で合わせハットトリックを達成した怪我が多くなったバリオスに代わって出場機会を増やし22ゴールを挙げてブンデスリーガ連覇に貢献した2012年5月12日の DFB ポカール決勝では バイエルン・ミュンヘンに対し、ハットトリックを達成。ドルト・ムントが5の2で優勝を決めた。この大会では6試合で7ゴールを挙げて、得点王となった。2012から13シーズン、遺跡が噂されるも残留。2013年4月24日の UEFA、チャンピオンズリーグ2012から13準決勝では、レアル・マドリードに対し4得点を挙げた。 CL 準決勝で、史上初めて4得点にした選手となった。2014年1月4日、2014から15、シーズンより、ボルシアドルトムーンとの最大のライバル、バイエルン・ミュンヘンへ移籍することが発表された。背番号は9番。2014年5月10日に、ブンデスリーが2013から2014最終節の、 フェルタ・ベルリン戦で2ゴールを記録。リーグ戦での通算ゴール数を20点に伸ばし、バイエルンのマリオ・マンジュキッチを2点差で抑えて、得点王に輝いた。2014年7月1日からバイエルン・ミュンヘンに加入した。契約期間は2019年6月30日までの5年契約となる。2015から16シーズン。 2015年9月22日のボルフスブルク戦では0から1の状況で後半から途中出場し、後半6分に同点ゴールを決めると7分、10分にもゴールを決め、ブンデスリーが史上最速となる3分22秒でハットトリックを達成すると12分に4点目を決め、これも ブンデスリーが史上最速となる5分42秒で4点目を上げ、さらに15分に5点目を決め、これまたブンデスリーが史上最速のわずか8分59秒で5点目を上げた。1試合5点も1991年に MSV デュースブルクのミハエル・テニエスがカールスルーエ戦で記録して、以来14人目途中出場の選手では初。これにより、 ブンデスリーガでの最速ハットトリック、最速4ゴール、最速5ゴール、途中出場選手での1試合最多ゴールという4つのギネス世界記録を同時に認定された。9月26日に行われた第7節のマインツ戦でゴールを挙げて、同リーグ通算100得点獲得を達成、リーグ戦32試合に出場し30得点を記録、リーグ優勝に貢献した。 2015年バロンドールの投票では第4位になった。2016から17シーズンリーグ開幕戦のブレーメン戦でハットトリックを達成した。12月13日バイエルンとの契約を2021年まで延長した。2017年3月11日のフランクフルト戦でのバイエルン100ゴールを達成。2016から17シーズンは ブンデスリーガの最終節を前に30得点を上げ得点王争いのトップに立っていたが最終節に逆転され得点王のタイトルを逃した2017から18シーズン通算48試合41ゴールを挙げたまた3度目のリーグ得点王に輝いた2018から19シーズンドイツスーパーカップフランクフルト戦ではハットトリックを達成 タイトル獲得を助けた。シーズン中、47試合40ゴールを決め、リーグ制覇、ポカール、スーパーカップの三冠獲得に貢献した。一方で4月11日のトレーニング中には、チームメイトのコマンと殴り合いになる喧嘩をしたトラブルも、あった。2019から20シーズン、開幕戦において、 前人未到の5年連続開幕戦ゴールを決めた。8月24日、シャルケ戦で、ハットトリックを決める活躍を見せるなど8月は3試合で6ゴールを、挙げ、ブンデスリーが8月の月間 MVP に選ばれた。9月18日チャンピオンズリーグ第1節、レッドスター戦で、バイエルンでの通算200ゴールを達成した。また、第9節ユニオンベルリンで、 開幕9試合連続となるゴールを決め、オーバメヤンが持っていた、ブンデスリーが開幕連続試合ゴール新記録を更新し、次節のフランクフルト戦でも、チームが5から1で大敗する中ゴールを決め10試合連続に、さらに第11節のドルトムントとのデアクラシカーにおいても2ゴールの活躍を見せ、チームの勝利に貢献。開幕から11試合連続ゴールを記録した。 チャンピオンズリーグのレッドスターベオグラード戦ではわずか14分で4ゴールを決め、史上最も短い時間で4ゴールを挙げた選手になった。第32節のブレーメン戦でシーズン31点目となるゴールを決め、ブンデスリーガにおけるこれまでの自己最多ゴール記録を更新するととともに、このゴールでチームは勝利し、前人未到のリーグ8連覇を達成した。 最終的にリーグ戦では31試合で34得点を上げ、年間 MVP に輝いた。DFB ポカール決勝のレバーク前線で2ゴールを決め、優勝に大きく寄与した。チャンピオンズリーグ準決勝のリオン戦で1ゴールを決め、チームの7年振りとなる決勝進出に貢献。決勝のパリ・サンジェルマン戦ではゴールを奪うことはできなかったが、 大会トータル15ゴールを決め大会得点王に輝き優勝に貢献した。2020から21シーズンリーグの開幕戦で1ゴールを決め、6期連続開幕戦のゴールを決めると、10月4日第3節のヘルタ・ベルリン戦では4ゴールを挙げた。12月16日のボルフスブルク戦で2ゴールを挙げ、ブンデスリーガ通算250ゴールを達成した。 2021年3月20日のシュツットガルト戦で、ハットトリックを決め、リーグ戦でのゴール数を35とし、リーグ戦でのキャリアハイのゴール数を記録したこととなった。2021年5月15日のフライブルク戦で、シーズン40ゴール目を PK により決め、ゲルトミュラーと並んで、ブンデス歴代最多得点者となった。そして2021年5月22日、 アウクスブルク戦で終了間際に、レロイ・サネのシュートのこぼれ球を決め、ゲルトミュラー氏の記録を超える41得点目を、記録、1971から72シーズンに、達成され、現在まで破られていなかった、ブンデスリーが1シーズンでの最高得点40点を、破り新記録を樹立した。2021年11月22日、 欧州 CLGS 第4節のベンフィカ戦では CL 通算100試合を達成した。12月27日、ボルフスブルク戦でもゴールを決め、ブンデスリーガ史上最多となる年間に43得点を決めた。ポーランド代表でのレバンドフスキ2008年9月10日、2010フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選のサンマリの代表戦で、ポーランド代表デビューを飾り、 初得点も記録した。同予選ではホームで行われたサンマ割の戦でも得点している。自国開催となった UEFA ユーロ2012では開幕戦のギリシャ戦でオープニングゴールとなる先制点を挙げマイオブザマッチに選ばれた。UEFA ユーロ2016予選では勝ち点で並び2位を争うアイルランドとの最終節で決勝ゴールを挙げるなど、 ポーランドの予選突破に貢献。この決勝ゴールで同予選13得点とし、デイビッド・ヒーリーの持つユーロ予選の得点記録に並んだ。UEFA ユーロ2016では準々決勝のポルトガル戦で同大会初得点を記録するもチームは敗戦した。2017年10月5日に行われたアルミニア戦でハットトリックを記録し代表通算50得点を 記録。ボジミエ・シュルバンスキの持つ48得点を上回り、ポーランド史上最多得点記録を更新した。2018FIFA ワールドカップロシア大会予選では、予選歴代最多の16ゴールを決め、ポーランドの本大会出場に大きく貢献し、本大会に出場したが、1次リーグの3試合で無得点。 ポーランドも一次リーグで早々に姿を消し、大きな批判を受けた。2021年、ユーロ2020では、グループリーグ第2戦のスペイン戦で1ゴールを挙げ、引き分けに貢献。同スペイン戦のゴールが、ユーロ史上10人目の3大会連続ゴールとなった。第3戦のスウェーデン戦では2ゴールを挙げたが、2から3で敗れ決勝トーナメントに進めなかった。 レバンドフスキという姓は、現在のポーランド共和国首都ワルシャワ近郊のレバンドフという地名から。これは、古いポーランド語で植物のラベンダーを意味するリワンダという語感を持つ。いわば、ラベンダー村という意味。ポーランド国内では2015年の時点で、男性58,618人、女性59,773人がこの姓を持ち、 男女いずれも7番が目に多い性となっている。また、ブラジル連邦最高裁判所長官のリカルド、レバンドフスキのように、国外のポーランド系で、レバンドフスキという性を持つ人がいる。夫人は、空手家のアナ・レバンドフスカ。2007年に、ワルシャワ体育大学に入学し、休学を経て2017年に、学士課程を卒業した。トレーニング理論とマネジメントを専攻し、 試験では3度全体トップの成績を収めた。卒業論文の題材には、自身のキャリアについての考察をまとめた。ポーランド代表でプレーするレバンドフスキ、ロベルト・レバンドフスキ、カミル・グロシツキ、マキノ・トモアキ・ドルトムント時代。ありがとうございます。